にちは、カレンです。ご視聴ありがとうございます。今回は2021年 SNS で話題になったコスメを紹介していきたいと思います。気づけば2021年も残りなんと9日ということで、今年もたくさんのコスメが発売された中でも、今年 SNS でめちゃくちゃ話題になったコスメを一緒に振り返っていきたいと思います。それではスタート。まずはこちら、ケイトのリップモンスター。こちらの商品は発売してすぐに入手困難になるほど人気のリップです。最近では一部のカラーはちらほら店頭で見かけることもあるんですが、未だに手に入れるのが難しいカラーもあるほどです。ここまで人気になった理由は、プチプラでドラッグストアでも手軽に買えるという点と、あとはティントレベルの発色と色持ちの良さ、それからカラーが全部で7色あるんですが、どれも使いやすい絶妙なトレンドカラーという点が人気の理由かなというふうに思います。発売当初まさかここまでの人気になるとは思わず、私もちょっと油断していたんですが、まあ、無事に何色かゲットすることはできたんですけど、本当にティントではないのにまるでティントレベルのような色持ちの良さに本当に驚きました。こちらの商品は未だに入手するのが難しいという方もいるとは思うんですが、見かけた際はもうぜひゲットしていただきたいなというふうに思います。次がこちら、ラネージュのネオクッションマット。こちらの商品はマスクをしていても全くメイクがよれないと SNS で話題になりました。日本での人気ももちろんすごいですが、韓国では発売して数時間で売り切れるほどの人気商品です。現在も欠品になっていることが多くて、なかなか手に入らないような商品となってしまっています。メイクがよれないことはもちろん、カバー性もすごく高いのに厚塗り感がないのが人気の理由です。サイズもカバンやポーチに入れてもかさばらないようなサイズ感になっていて、仕上がりはマットな肌の仕上がりになります。乾燥でパリパリしてきてしまうような感じもないので、冬のこの時期にもとっても使いやすいファンデーションかなというふうに思います。コスパ、機能面ともにとっても優秀なファンデーションなので、マットな肌の仕上がりが好きな方はぜひ使ってみてください。次がこちら、ヘラのセンシュアルスパイシーヌードグロス。こちらの商品は今年日本でも大人気の韓国ブランドヘラから発売されたグロスです。見た目の可愛さに惹かれて買った方も多いのではないでしょうか。もちろん見た目だけではなく、この絶妙でおしゃれな色味とか、あとは唇をふっくら見せてくれるプランピング効果があるところも人気の理由です。プランピング効果があるリップは痛くてちょっと使えないなという方も多いとは思うんですが、このリップは刺激がそこまで強すぎないからちょっと苦手だなという方でも試しやすいかなっていうふうに思います。先ほど話した通り、見た目もとっても可愛くておしゃれなデザインになっているので、ついつい持ち歩きしたくなっちゃうようなデザインになっています。仕上がりはプランピング効果による唇自体の綺麗な血色感とボリューム、さらにグロスのツヤと綺麗な発色で憧れのプルプル唇になれちゃいます。値段は4230円とちょっとデパコスに近い金額にはなってしまうんですが、この金額以上の満足感を得ることができるので、ぜひ気になった方は使ってみてください。次がこちら、セザンヌのウォータリーティントリップ。プチプラ価格のティントの中でも特に話題になったのがこのセザンヌのティント。色持ちがとにかく最高で、1000円以下とは思えないほどのクオリティ。仕上がりは
濡れたようなツヤ感のある仕上がりで、色味も今年トレンドのメイクに相性バッチリの使いやすいカラーバリエーションとなっています。全体的に落ち着いた色味で大人な印象にしてくれるかなと思います。美容保湿成分も配合されているので、冬場の乾燥しやすい時期にもぴったりなので、話題になってはいたけどまだ使ったことはないかなという方はドラッグストアなどで簡単に手に入るので、ぜひ使ってみてください。最後に紹介する商品はコスメではなくスキンケア用品を一つだけ番外編として一緒にご紹介させていただきます。そちらの商品がこちら、無印良品のエイジングケア薬用リンクルケアクリームマスク。今年発売された無印のスキンケアグッズはどれも人気が高かったんですが、その中でも特に話題になったのがこのクリーム。バズりすぎて品薄状態が続いて、幻のクリームと呼ばれるほどの人気商品です。話題になった理由としてはアンチエイジング効果抜群なのに、なんと1990円という安さ、それから口コミにも夜塗って寝ると朝にはふっくらもちもちした肌になるという声も多数書いてありました。1990円でここまで効果が見られるクリームっていうのはなかなかないかなとは思うんですが、未だに手に入れるのはちょっと難しいと言われているので、もし無印良品に行った際に商品を見かけた場合はもうぜひゲットしていただきたいなというふうに思います。いかがでしたか？今回は2021年 SNS でバズったコスメを紹介してみました。今年はいろんなコスメがある中でもリップが多くバズっていたかなという印象があったので、ちょっとリップの紹介が多めになってしまったんですが、少しでも参考になっていたら嬉しいです。皆さんの中で2021年このコスメ使ってみてよかったよというものがあれば、ぜひコメント欄で教えてください。それから今回紹介した商品は概要欄の URL に貼っておくので、気になった方はそちらからチェックしてみてください。この動画が少しでも参考になったなと思ったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。それから TikTok と Instagram でも美容に役立つ情報をたくさん発信しているので、概要欄からチェックとフォローもお願いします。最後まで動画を見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。